本当にかなりの人が集まってるな。それにむやみに外には出られないようにしてるみたいだ。状況はどんどん加速するよ。何か来たよ。みんながそばにいてくれるわ。最後の警告だ。投降しろ。はびこれ。動くな。レバーよ。はいはい。武器を捨てろ。出発！ドリフト！それ！それ！やっ！とりゃ！出発！ああ、お前らか。伝達師の仕事が一段落してな。様子を見に来たんだ。ま、そうだぞ。人手が全然足りてないし、どこもかしこも危険なんだ。こっちを片付けたらあっちへ行ってって感じだし。ああ、別に文句を言ってるわけじゃないぞ。ただ、状況がどんどん悪化しちゃわないか心配で。へっ。現実逃避は弱虫の特権ってか？その愚問をもう一遍考えてみろ。答えは分かりきってんじゃねえか？ただ向き合いたくねえだけだろ。お前は黙ってろよ。まあ今回ばかりはアハウが正論だな。状況はおそらく悪化の一途をたどるだろう。だが悪いことばかりじゃない。外にいる多くの一般人を保護したのも事実だからな。それにカガリギの民が集まり、ナタ全域の巡回をもう一度行う予定だ。戦力をうまく配分すればアビスも恐れるような存在じゃない。その通りだぜ。ポンポン湧いてくる魔物にビビってたってしょうがねえ。ガクブルしたってどうせあいつらとは戦う羽目になんだからな。エンジン様は精鋭を数人連れて洞窟に行っていた。閉じ込められた子供の子を大勢助け、ついさっき帰ってきたところだ。上は魔物、下はマグマの危険な場所だ。
以前のエンジン様ならともかく、今のあの方は神の目を持つ普通の戦士。さすがに気が気じゃなかった。だがまあ、余計な心配だったけどな。たく、相変わらずめちゃくちゃだぜあいつ。最強の戦士ってだけある。確かにあいつ自信満々だったもんな。最強のものがエンジンの座につくって言ってたし。エンジン様のおかげで足場の悪いところに多くの戦士を投入せずに済んだ。結果的にかなりの戦力の温存につながってる。てか、いつまでくっちゃべってんだ。休むんだろ。休まねえなら出発したらどうだ。少し休憩するか。体調を保つことが多くの人を助けるのにつながるからな。じゃあオイラたちも休憩しようぜ。ついでに近くに助けのいるやつがいないか見てみよう。ひひ、オイラと同じ考えだな。部屋にたくさん人が集まってるぞ。みんな避難しに来た人かな。俺はもう恐怖に立ち向かう勇気を身につけた。でもまだ一つ疑問があってな。もし俺が死んだら覚えてくれてる人はいるだろうか。そうだぞ、生きないと。お前の命はすっごく大切なものなんだから。俺の命が大切。そうか。またしても答えをくれてありがとう。あなたたち無事でよかったわ。おお、お前たちも無事にたどり着いたんだな。ああ、でもダーゴは僕たちをここに護送してくれた後すぐ次の場所に向かったよ。あなたたちのおかげで私たちも医療物資を競技場に届けることができたわ。本当によかった。あら、また会えるなんてね。そうそう、息子から返信があったわ。しばらくは心配いらないって書いてあった。私はある招待についてここに来たの。競技場に医者が足りないと聞いてね。もう年だし前線で活躍することはできないけど、後方支援は私たちに任せてちょうだい。全てうまくいくはずよ。新しい戦況報告が届いた。状況が良くないな。見てみろ。どうやら俺らがいる場所も安全とは言えなそうだ。しかも競技場へと続く大橋も危うい。またアクタレどものお出ましか。まったくキリがねえぜ。こんなところに現れるとはな。さっさと片付けるぞ。はびこれ。紅に染まって散りなさい。そこ気をつけなさい。
を払うのはお前だ。ローズクラッカー、スピラリル。みんなは俺が守れ。ファッションは私が提起する。今日はひどくなる一方だ。まずはここを守り、民の安全を確保しよう。虚無と混沌、これがアビスか。今が最大の好機だと奴も理解しているようだ。成果はどうする？マービカがもう向かってる。破滅の具現化ってところか。どうやらこの漆黒の厄災はやっとお前たちを人の身にする気になったみたいだな。何のんきに言ってんだよ。お前だって食われちゃうんだぞ。まさかあれがアビスの力の根源か。今すぐ状況を確認しに行く。もう手遅れかもしれないが、お前らは戦況報告にある場所に行ってくれ。あんな奴が現れた以上、事態は一刻を争う。いつも冷静なキーニチがあんなに焦るなんて。最悪が現実になっちゃったわけだし、オイラたちも急ごうぜ。
元全力攻撃だ。よっ、堂々不意打ち打ち続けて。うんうん、いい感じ。気をつけなさい。せっ、紅に染まって散りなさい。やっほー、ほっほっほっ、ファイヤー。まっ、岩元素なんだけどね。やっほー、それ。堂々不意打ち。みんなは俺が守れ。はびこれ、ローズクラッカー。スピラディロースの特注版よ。やっほー。はっ、絹のような弱さ。それわお。岩元素なんだけどね。はっ、こっちだ、早く。おい、起きろ、起きろって。無駄だ、みんな死んでる。そんなオイラたち間に合わなかったのか。竜を連れて競技場に向かう途中、黒い奴がいきなり現れてな。その後すぐアビスの魔物も現れて竜の姿に化けやがった。この子たちが身を挺して俺たちを守ってくれたんだ。だが、ああ、競技場に行こう。オイラたちが送ってやるから。今はそうするしかなさそうだな。礼を言う。申し訳ない、本当にすまなかった。大霊が永遠にその魂を守ってくれることを祈ってる。あ、そうだな。でも簡単には受け入れられそうにないぞ。とりあえずこいつらを競技場まで送ろうぜ。ついでに情報の更新ができたらいいけど、もしできなかったら柔軟に動くしかないな。戦況報告は必要かな。ただ帰ってくる伝達士がどんどん減ってるから把握してる情報も少ないんだけど、手持ちの情報によると、かがり木の民の近くにある屯所が撤退時に大規模な襲撃を受けたようだよ。時間があったらすぐ確認してきてほしい。みんながそばにいてくれる。ファッションは私が定義する。やっ、そこ堂々不意打ち。
センスのないやつね。ファイヤー！ま、はびこれ。くらえ！次。紅に染まって散りなさい。はっ！みんなは俺が守る。はっ！やっほー！気をつけなさい。それ打ち続けて。うんうん、いい感じ。そこ不意打ち。君たち来てくれたんだな。ああ、二人が離れた後、一般人を避難させるに何人かの戦士が護送に回ってな。そしてここを守るために残った奴らは俺以外死んじまったよ。もう助からない。またアビスの魔物が押し寄せてきたら俺も部屋にいる人たちもみんな死ぬ。諦めないでくれ。きっと何か方法があるはずだぞ。オイラたちも考えるから。ここに残ってるのは戦闘経験のないものばかりだ。年寄りや怪我人、それに子供だっている。打つ手なしさ。しばらく魔物は出てこないんだろう。部屋に戻れ。外は危険だ。危険だと知ってるから出てきたんだ。俺らもそうだ。君たち何を？装備をいくつか分けてくれないか。戦場に立ったことはないけど、見ての通り若いし、武器を持つくらいの力はある。数十年前まで俺も帰化聖夜の巡礼に参加してた戦士だ。一度もいい成績を収めることはなかったがな。槍の扱いならこの体が多少覚えてるだろう。部屋にはまだ数人一緒に戦ってくれるってやつがいる。説得したんだ。これ以上私たちのために部族の戦士に血を流させるわけにはいかないってね。英雄を苦しませるわけにも、一人で戦わせるわけにもいかない。だが他に装備は？そうだ、それを使ってくれ。これなら戦力はどうにかなる。移動速度は遅いが、ここでただ死を待つよりはマシだ。じゃあみんな、俺の指揮に従ってくれ。ああ、承知した。なら、オイラたちの熱気球を貸してやるぞ。これに乗って競技場に行ってくれ。いや、その熱気球はより多くの人を救うために使われるべきだ。俺たちが武器を手に取る理由は、英雄たちの足を引っ張らないためなんだからな。じゃあ、せめてオイラたちが見てきた道を使ってくれ。ここに来るまであんまり魔物がいなかったから。ありがとう、助かる。犠牲になった戦友を思うと胸が痛いが、だからこそ俺は生きていかなければ。負けてたまるか。ああ、改めて礼を言う。さあ、君たちは他の場所の人たちを助けに行ってくれ。